始まりました。ブリッドチャンネル。ハロー。佐々木です。アグギング。今日もですね、スカイツリーの麓にありますアクラカフェさんにやってまいりました。こちらはなんとスカイツリーに見立てたパフェがあるんだよね。ペロッと食べていこうと思います。レッツゴー。魔法かけまーす。だいぶやばい。ただいまスカイツリーの上空から撮影しております。喧嘩してるカップル。これまず上のこの帽子みたいなとこに見えるところだね。あーそうだね、展望台みたいなね。あ帽子触ってみて。雨のさベトベトしてるやつ取れるんじゃないこれ。そうだね、それ取れる。びしょっせー、あらはだか。魔法使い願いかないちゃう。これはこれでなんか、そうなんか内側にライト入れたらおしゃれになりそうじゃない。わかるんだけど、すごい綺麗。うわ、イルミネーション、あ、すごい、お化け見た。わっ早く食べて。うめ、スカイツリーってこういう味するんだ。これバニラにストロベリーかかってますね。で、近くに寄ってもらったらわかるけど、はい、コーンついてる。ほら、そういうこと。うん、コーン入ってんだ。うん、よし。これはもうみやびっていうベリーヨーグルト味。もう一個はイチ抹茶味です。そっちも美味しそうだったよね、うん、アイスが溶けてもさ、このパフェの上に置いてあるからこぼれる心配がないよ。そうなんですよ、食べやすい。これちゃんと切ってやるから。ほんとだ、食べて分かったけど、うん、すっごい夏感じる。あー美味しそう。本当にこのスプーンって食ってた。食べにくくない？めっちゃ美味しそう。これ絶対。え、ちっちゃいのあったの？食べやすい。これあれですよ。ちょうど皆さんがいる展望台のところ食べようとしてますよ。はい、人間の味はどうだ？甘い。かなり甘めのソフトクリームだねこれ。ペリーいっぱいつけよう。あ、ペリーうまい。これ崩れたりしないよね。ほら、食べやすいから食べて。メロン。高級だね。ほら見たの模様。ネイルみたいな模様と。尺で早くこの第2段階行きたいよね。なんかすごいものが控えてるんだよ。大きい梅干しみたいな。そうそうそう。ただ言ったらまだこれ1層目だからね。てっぺんだよただの。これいいな、これ欲しいな。やめなさい、ほら言える。やめなさいよ。あ、え、ちょっと上行ってからでしょ。長いの持ってる人も特権。謎のものを食べたいと思います。あ、これなんだ。真っ赤っか。何それ。ストロベリーじゃない、フランボワーズ。濃いベリーのやつ。これ混ぜたら、あ、ええブルーベリーのさ、ヨーグルトさ、ヨーグルトの味もしてきた。落ち着いて。で、混ぜ込むとめっちゃうまい。コーンに食べちゃいますね。あ、いっぱい入ってるよ、ボワーズが。ボワーズがいっぱい入ってる。なんでボワーズってなんだろう。うわ、メロンボワーズ。大人のメロン。ブルーベリーの果実入ってる。うまいでしょ、ヨーグルト。でもこれ混ぜれば混ぜるほどさ、違う味が出てきて、飽きない。違うの出てきた、また。プリンみたいな、なんだこれ。確かに、なんか出てきた。味はもう混ざってわからないけど、食感が違うの出てきた。ブニュンブニュン出てきた、ブニュンブニュンが。フルーチェみたいなやつでしょ。そうそうそう。ここのところになんか濃いベリーがある。コンソルベリー。これさ、下の方、なにこれ。寒天。食べない、まだそこまでいけないわ。ここに来てね、そのスプーンじゃないと食えなくなってきたよ。違う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 関係じゃない。桃だ。あ、桃取れた。違うわ、パイナポ。パイナポ。パイナポ、ナッポ。まだ言う。噛んでたない。ずっと右手の甲にさ、飴ついてるよ。飴じゃないよこれ。え、何それ。サイボーグ。もうこれ食べ方分かった。こうじゃない。ほら、あんまりカップルでこうやって、あれやり方さ、絶対盛り上がる、絶対。本当に盛り上がるから。どういうのかな。ああ、スカイツリー崩壊です。あ、うまっ。甘さ凝縮したのこれで。あ、言ってる。いけー。
あとこれだけ。うん、よいしょ。あ、おめでとうございます。それでは皆さん、スカイツリーのもう真下ぐらいにある桜カフェさんで、この巨大カフェは2種類ありますんで、よかったら皆さん食べてみてください。ツイッター、インスタグラムやってますので、フォローお願いします。チャンネル登録もお願いします。さよなら。スカイツリー。魂の進歩の仕方を見せるんですよ。夢つけて深いところへ。